伊崎義晴は日本の政治家。千葉県流山市長。東京都杉並区生まれ、立正大学文学部地理学科、サンフラニシスコ州立大学大学院修士、家庭修了。1981年から、アメリカのジェファーソン・アソシエーツ、インク、クアドラント・コンサルタンツ・インク、で地域計画、交通計画、環境アセスメントに従事。 1988年から、住ン基礎研究所。1989年に、帰国。1991年から IS、総合研究所。1999年に、市長選に無所属無党派で立候補、落選。2003年に、流山市長発当選。以後3期連続当選。世界保健機関健康都市連合日本支部長に、 就任今までの市長としての取り組みでは、特に行財政改革、市民自治、町づくり、子育て支援、オープンデータの分野で成果を上げ、マスコミにも頻繁に取り上げられている。30代人口急増。流山市、異端の町づくり、トップインタビュー伊崎義春、流山市長、子育ての町定着で、人口増。 流山市長とデータサイエンティストが激論、オープンデータで街の魅力を倍増、少子高齢者社会を乗り切るための住環境整備、ブランド化した良質な街づくりを目指して、一円まで生かす姿勢を基本姿勢として市長となった伊崎義春は、就任当日、建設中のクリーンセンターの予熱を利用する地域、融和施設が課題であり、 その後の市民利用の稼働率も高く見積もりすぎているとして入札を中止し維持費軽減に向けて計画の見直しを宣言した。また予算編成において随意契約会社の見積もりで予算編成されるため課題に膨らむ傾向があることその後の執行時に1億5000万未満の事業は全て随意契約だったことから予算編成時に3社以上の見積もり提出義務 130万円以上の事業を一般競争入札に切り替えることで、同じ内容の事業の費用を4割削減した。市長就任後の議会で、財政危機の可能性を回避するまで、市長、をはじめ、副市長、教育長などの特別職の報酬を2割削減する条例を提出し、社民党以外の賛成を得て可決。一期4年間、実施された。また、 平成15年度から3年間、新規採用を中止して約1割の職員数を削減した。補助金審議会を設置し、既得権益化した補助団体の見直しのほか、事務の効率化のため立会議の導入、市役所内の応接セットの撤去、人事評価と報酬の反映など、行財政改革に積極的に取り組み、市民一人当たりの行政コストランキングでは、 全国最小、経営革新度全国3位、行政サービス度全国28位、財政健全度全国39位など、流山市の経営状態と市民サービス水準は大幅に改善された。市民の知恵と力が生きる街を標榜しており、市長が交代しても市民自治が交代しない仕組み作りに力を入れている。5年越しの協議を経て2009年に、 千葉県発の自治基本条例を制定し、関連条例として2012年に3年の議論を経て、市民参加条例が制定されている。特に自治基本条例23条5項に、市長は、歳入における市税の2割を超える、地方債を発行する事業を実施する場合は、市民投票などの多様な方法によって、必ず市民に意見を求め、 その結果を尊重しなければなりません。の規定は、全国初、かつ唯一の、市民が知らないうちに借金を増やさない仕組みとして評価、されている。H24 年度には、市税収入の2割強となる小中平設校の建設計画について、当該規定が適用となり、パブリックコメント、タウンミーティング、校長会が実施された。市民の中には、 市民投票を行うべきとの意見が出されたが、市民投票条例が制定されておらず、実施されていない。流山市には、全国でも唯一のマーケティング課が設置されている。スワット分析、ポジショニング、ターゲットの設定などを行った上で、都心から一番近い森の町を、目標イメージとして、子育て世代、特に共働きの子育て世代の住民誘致策を、 展開し、急速に迎えつつある高齢者社会を財政的に支えてもらう戦略。流山市のマーケティング活動はマスコミに頻繁に取り上げられている。開発物件を緑院で囲む認定制度で、認定されると認定物件の購入者は、市内金融機関から優遇金利を受けられる仕組み。 http://www.city.nagareama.chiba.jp スラッシュインフォメーションスラッシュ82スラッシュ477スラッシュ492スラッシュインデックス html 町通勤時に駅前の送迎ステーションに子供を連れてくると市内全保育園に送ってくれ夕方ステーションに子供を移送する仕組みで電車利用の保護者には 便利な仕組み。この制度ゆえに、流れ山市に引っ越したという人が、多数いる。http://www.city.nagareyama.chiba.jp/.life/.19/.160/.000887/.html 公共施設の維持管理費の小コストか、広告収入拡大、複合利用。 民間医師本の導入などの分野でも先進的取り組みで2012年度には公益社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会主催の第7回日本ファシリティマネジメント大賞を受賞している。 http://www.city.nagareyama.chiba.jp スラッシュインフォメーションスラッシュ81スラッシュ427スラッシュ 002399.html 全国唯一のマーケティングか課長をはじめ会員の半数は民間人。かつて地味でローカルな流れ山市のブランド力向上と 交流人口増大を戦略的に推進している。h t t p w w w c i t y n a g a r e y a m a c h b a j p スラッシュアピールスラッシュインデックス .html 庭の管理がしきれない、足腰が弱り、階段が辛いなど、広い家を持て余す、シニア世帯が増える一方で、子供の成長に伴い、 安くて広い中古住宅に住み替えを希望する子育て世帯も増えている。また、自宅の売却を考えるシニア世帯には知らない不動産屋に相談しにくい建物に欠陥があったら訴えられるのでは、などの不安があり、購入を希望する子育て世帯には欠陥が見つかったとき中古住宅に保証はあるのか、リフォームの費用は どのくらい必要かなどの不安がある。そこで、これらの不安を解消し、安心して、スムーズに住宅に関する相談が行える仕組みを、策定、2015年1月から始動した。実績の客観的な指標として、東洋経済データパックや日経グローカルなどで、公表された全国ランキングで上位にランクインした項目を列挙する。市役所の改革市民サービスについて、 子育て環境について2004年1月、市民数名が、伊崎を経歴詐称により選挙時に、市民の投票判断を誤らせたとして、民事訴訟3件を起こした。また同時に、そのうちの一人、村口二三郎元法制大学教授が代表を務める、流山市政研究会が、2003年の市長選で、選挙広報や公選用ハガキに、肩書きとして記載した。 英国国立ウェールズ大学大学院環境プログラム教授は日本の学校教育法とは無関係の一企業がビジネスとして行っている通信制のプログラムに過ぎず虚偽だとして公職選挙法違反の疑いで刑事告発を起こした。翌年3件の民事訴訟と1件の刑事告発はすべて権威不十分で不起訴処分となった。ありがとうございます。